この動画は下手の横好きが必死になって無駄な抵抗をするだけの動画です。過度な期待はしないでください。ザクダーン。なぁ。前段外れ。せっかく全体をアップグレードしたのに、攻撃外してたら効果も実感できんわ。さすん。ほら、アンラッキーだった。マップはトライデント、ルールは中央制圧戦。東側配置スタートで、中央に向かって移動しつつ、支援砲撃中。味方巡洋艦一隻がボット。敵主力と中央を挟んで撃ち合って削る特組合い状態だな。装填よし。目標ニューヨーク。ファイエル後方から魚雷。突破してきたはずはるから。パースが向かってるから任せる。ヒグマミラー。いらんかったな。ザクダーン。なお。6発命中、ダメージ8000。敵から全然撃たれてないな。射程の短い艦艇が前に出てるからしょうがないだろ。味方が交代した時にしんがりになればいい。それまでは腹を晒すくらいで兵糧を集めとけ。もっちゅう。東に回り込んできていたハツハルをパースが撃沈。いい感じだな。狙えそうなのはいるか？テニストか。じゃあそれで。ファイエル！ザクダーン。なお。5発命中。ダメージ5600。中央に敵のパース。駆逐がまずいか。装填次第パースを狙え。あいつ。見えづらいですが、味方のハツハルと T22 が重なって座礁しています。ハツハルがやられた。パース、天幕展開。捕捉できないなら別の目標にするか。ニューヨークを先に沈めとくか。天使がパースに撃ってる。見えてないから無茶しないとくか。装填よし。パース見えた。目標変更、パースを最優先、駆逐を守れ。ベアフローリムシ。ザクダーン。なお。命中、撃沈。敵ファラガット発見。次、ファラガットを叩け、中央を確保できる。あいつ、本能覚醒。野生解放。番外編で特殊組まれたから調子に乗ってんなこいつ。嫉妬つ。あん、おん。ヒグマミルムダージ。装填よし。ファイエル！サンケルスがザクザクダーン。なお。重大事件発生。回復1回目を使っておくか。マッチュー。中央の占領ゲージが進み出したってことは、敵駆逐は中央から離脱しているな。耐久の少ないニューヨークに集中砲火。撃沈数のリードを稼ごう。そのニューヨークから砲撃。着弾まで5。なお。全身取り火事。味方から支援要請。射線は通ってないっす。無理ならニューヨークに狙いを戻せ。あいつ。さて、敵には峰風と吹雪がいるはずなんだが、どこに行ったのか。占領ゲージの進みが止まった。それでいてこっちが見つかってないなら、東艦と島を挟んだ中央のサークル内ってことだな。四方を向けている島の影か、前方の大きな島の裏か。ニューヨークと射線通ったっす。ファイエル！敵吹雪、T22 の魚雷直撃で撃沈。占領ゲージが進み出した。ザクダーン。なお。5発命中、ダメージ7600。残る敵駆逐は峰風か。隠蔽状態になってるってことは狙われてないよな。両翼で殴り合いしていて、中央の妨害に来る気配もない。占領妨害のために中央に寄ってくると思ったけど、そんなことなかったか。念のため、峰風を警戒しつつ、撃てる敵に撃っていくか。あいつ。装填よし。引き続きニューヨークを狙え。斜め奥ならこんなもんすかね。ヒグマスラッシュ。まあダムダ弾打ちやがって。確かに命中率は低いが、ワクチン確率は3倍だぞ。ザクダーン。なお。もっちゅうけー、もっちゅうけー。もともとのワクチン確率自体が 0.0 数パーセントなんだから、3倍程度じゃ変わんねえよ。今まで敵をワクチンさせたのなんて誤解もないしな。あ、減速して車線確保しておけ。もっちゅうけー。車線が厳しいから、次弾ニューヨークに発射後目標変更。ウィッス。ニューメキシコは味方駆逐が狙えるから、この次は支援要請のあった左舷の軽2機を狙うぞ。あいつ、装填よし。ファイエル！ヒグマミルの光線。取り火事用意、軽2機に全手砲を向けろ。もっちゅう。ザクダーン。もう少し持ちこたえ。なお。命中、ニューヨーク撃沈。敵戦艦を撃沈。それにしても、敵の峰風が見つからんな。右舷前方に敵峰風を発見。
かいくぐってきたか。県西西方正社後、榴弾に男子変更。魚雷警戒、面舵いっぱい。もっちゅうちゅうちゅう。四方を打つ間だけ直進。発射後面舵再開。もっちゅう。照準よし。照準よし。ファイエル面舵再開。もっちゅうちゅうちゅう。榴弾装填。早い。ザクナウ。5発命中、有効3発、ダメージ3400。イネ風、煙幕展開でロスト。さて、どう出てくるか。煙幕を利用して左から来るか、島影を利用するために右に行ったか。敵弾接近中。ザクナウ。カスダメ。もっちゅう、もっちゅう、もっちゅう。うるせえ食い殺すぞ。残りポイント30か。一隻でも先に撃沈したら終わりだな。ミネ風を見つける前に終わるかな。油断装填完了。魚雷を回避できるように引き打ちの準備だけしておくか。隠蔽になったり戻ったり。県西の視界外になったからな。ミネ風補足。取り火事、全飛行照準、急げ。もっちゅう。ファイエル。リズムファイヤー。ザクダーン。ナウ。2発命中、ダメージ3300。結構がっつり減ったな。味方が県西を撃沈してポイントマイナスで試合終了。なんか、駆逐ばっか売ってた気がすんな。もちゅう、もちゅう。まあいい、次行くべ。ザクダーン、ナウ。3発命中、ダメージ5600。島影に魔反。目標、魔反に変更。あいつ取り火事。ちゅう、ちゅう、ちゅう、ちゅう。マップは2人の兄弟。ルールは制圧戦。敵の魔反と白鶴に抑え込まれて栄を失ったところ。また駆逐にばっか売ってんな。駆逐つぶさんと進めんからな。装填間もなく。突っ込んできてるな。やれるぞ。沈まぬ運行戦。ザクダーン。ナウ。命中、魔反撃沈。白鶴は煙幕の中かな。駆逐の数は逆転できたが、戦力的には大差はないか。装填よし。白鶴見えないからテキサスに撃っちゃって。なんすかね、止まってるのか進んでるのか。煙突を見ると進んでいるんだろうけど、感覚的に止まってるように感じる。基準になりそうな目印がないと判断つかねえっすわ。味方の攻撃の水柱を基準にしろ。あいつ、修正よし。ファイエル。目標もこちらに発砲。白鶴市民。撃った直後に限って駆逐を見つけるのつらだん。煙幕の降下時間を把握していないお前が原因だ。死んではびろ。見張りのお前が煙幕発見から時間をカウントして報告しろ。めんどいから拒否。いや、めんどいってなんだよ。じゃあ俺がカウントしておいてやろう。お前のカウントは一番信用できない。ええ。いや、当然だよな。なんでショック受けてんだよこいつ。白鶴ロスト。装填まであと5秒。間に合わんかったか。原則面舵で座礁回避しつつ、ラガリソニエールに砲撃だ。ベアフローフィニッシュ。保険ベアフロー。ザクダーン。ナウ。バイタル命中撃沈。A も取れそうだから、島を越えたらC方面に向かってプレッシャーをかけよう。長戸がテキサス撃沈。なんかさ、結構前の方に出てるんだけど、一向に相手にされてないんだよね。外周の戦力外認定されてんじゃねえの。よだめ少ないもんな。駆逐に撃ってたらこんなもんだろ。まあ、側面から圧力をかけていると思っておくか。アリゾナが腹を出して出てくるから狙え。ファイエル。ザクダーン。ナウ。3発命中、ダメージ12500。そろそろ白鶴の魚雷装填が完了しているだろうから、ロックされたら警戒な。もっちゅう。早速ロックされた。蛇行起動開始。もっちゅう。反対側の味方の状況はどうなってんだ。間もなく全滅します。陣地数で逆転したが、序盤の負債が大きいな。敵を減らさんと逆転される。アリゾナだけでも沈めんとな。装填よし。ファイエル。もっちゅう、ちゅう、ちゅう。ザクダーン。ナウ。5発命中、有効2発、ダメージ3600。後部手法も使わんと削りきれんか。後部手法を左舷前方に向けておけ。あいつ、後部手法だけ固定とかできんもんかね。多方等の意味ないよな。白鶴は前方の島影か、右側の広い場所を隠蔽を生かして有力しているか。お前だったらどう動く。駆
地区の有無を利用して殲滅を狙うなら南側で視界取りと雷撃、ポイント優先なら中央を抜けて B と D の占領を狙うか。どっちでも逆転可能な手になる。魚雷が来てるってことは前方の島だな。逃げ回ってたら勝てたんじゃね。残り8分あるから B と D を取られたら厳しいし、白露を野放しにしておくわけにもいかんだろ。魚雷直撃コース。的を絞り切れてないからまだ大丈夫。アリゾナを撃沈してポイント差を作っておかないと。浸水ゴボゴボゴ。相棒。アラクマは犠牲になったのだ。ちくしょう。八当たりされるアリゾナ。走りろ後発進。駆逐を見つけろ。ザクナウ。冗談のダメ。もちゆきちゅうちゅう。連鎖もアリゾナも瀕死だから、こいつら送ればなんとかなるか。走りろ後が白露発見。瀕死だ。耐久に余裕のある闘艦をおとりに、長門と一緒に食っていくぞ。白露煙幕展開。島陰で煙幕を焚いてもな。あそこなら敵はこっちの長門を見失っているかもしれん。回避運動を続けろ。時間を稼ぐぞ。もちゅふかーす。はいはい。面かじいっぱい。もちゅーちゅーちゅー。アラクマのせいで敵弾がやばい。俺関係ないから。長門がアリゾナを撃沈。走りの甲が撃たれてるから、白露言えるな。出てきた。逃がすな。沈むむむむごめん。ザクダーン。なん。減速面かじいっぱい。もちゅーちゅーちゅー。次はペンサだ。白露の沖魚雷の車線を島で防ぎつつ応戦しろ。敵弾回避コース。沖魚雷の心配がなくなったら左舷方線用意。後部主砲を左舷に。あいさ。結局、また駆逐ばっか撃ってんな。まだ便座と戦艦残ってんだから油断すんなよ。長戸が便座撃沈。戦術データアップデート。ちぇー、もちゆきちぇー。まだ敵戦艦いるし。戦闘前にポイント先取で試合終了。不完全燃焼。まあ、まだニューメキシコがエリートになるまで時間かかるから今回のところはこれくらいにしといてやる。にじみ出る小物臭さ。ニューメキシコはクソエイムでも散布域に対して密度が高いからよく当たるっすよ。三連装の強みだよな。まずはそのクソエイムをなんとかしろかす。一朝一夕で上手くなるわけないだろ。リハビリストなめんなよ。8月6日を最後にログインすらしていない模様。もちゆきちゅちゅー。新しい艦艇がたくさん手に入って燃え尽きたってのもあるがな。ほんじゃ今回はここまで。